はい、今回ご紹介させていただくオートバイ、こちらですね、ホンダのタクト AF、 こちらは75になりますので、新世代のタクトの初期型ということが言えるかと思います。はい、現行モデルは79タイプになるんですかね。で、2015年にこの今の現代のタクトが、発売になったようでございます。ですので、もうそろそろですね、10年近く、はい、そして、2025年には新規格になるために、タクトも、引退ということになるかと思います。10年ですね、早いですね、新しいモデルになってこの形ですよね。はい、で、エンジンは水冷になりますね。基本的にダンクのエンジンと一緒のようでございます。はい、ちょっとスポーティーモデルのね、ダンクっていうのがありましたけども、そちらをのエンジンを使用していると。ただ車重がですね、2キロほど軽くなっているようです、ダンクより。ですので、燃費がいいですよみたいなことが、書かれてますけどね。はい、実際はね、おそらくそうだと思うんですよね。はい、で、こちらはですね、ベーシックではなくて普通のタクトですかね。はい、タクトとタクトベーシックっていう2種類の展開のようで、タクトの方はですね、このアイドリングストップシステムっていうのが、標準で、搭載されております。でもほとんどね、アイドリングにしてね、走っちゃうのかなと思うんですけども、あとシート高がですね、720mm っていうことで、気持ち高い。そうは言ってもね、すごい低いですけどね、720mm ってね。はい。で、さらにベーシックになると、アイドリングストップシステムついてないんですけど、シート高がさらに 15mm 低くなって、705mm っていうですね、はい、非常に、小柄な方には本当に乗りやすい、そんなね、スクーターに、なっているかと、思います。はい、で、残念ながらですね、現在もう受注は終わっているらしくてですね、はい、販売店はこの残りの1年分をもう先に注文しなきゃいけないっていうことらしいですよ。はい、で、もう注文終わっちゃってるんで、新たにはもう発注できないっていうことで、はい、タクトどうなっちゃうんですかね。はい、そんなこと思いますけど。はい、さあ、いずれね、新しい、どんなモデル、大体、ディオの110とかああいうのベースに、出してくるのかなと、思うんですけどね。はい、震源付きっていうタイプですよね。はい、で、やっぱり何よりも、ね、魅力はやっぱこう小さい、全長がですね、1600ミリ台なんですよね。もう明らかにも一人乗り用のね、もう小型な、小さいデザイン で車重も軽いと、79キロですかね、こちらね。で、ベーシックだと78キロ、初期型ですけどね。今のはもしかすると多少重くなってるかもしれないですけど、それぐらいの重さしかないんでね、取り回しも 楽ですし、はい、非常にですね、原付きっていうね、日本のその 50cc ということの中ではよく考えられて作られているのかなと、そんなことを、思います。はい、で、リアキャリアとかね、初めからね、ついてたりするんでね、こうやってボックスつけたりもできますしね。あと、やっぱり日本の 50cc のあれはね、前にカゴをつけられるというね、止めるための3つ、はい、ついてますよね、初めからね。で、125だともうそういうのないんですよね。はい、ついてないんですよ。なのでね、こういう意味ではね、利便性。あと、ここに初めからね、バスケットがついてたようなモデルもね、以前はありましたけど、今はもうないんですか、タクトになってからはね。はい、で、この前に、タクトの前がやっぱりディオですかね、ディオチェスタとディオが、あとトゥデイもありましたけど、ホンダのね、50cc を担うモデルだったのかななんて思うんですけど、で、新しいモデルとしてね、このタクト。はい、で、水冷エンジンということでですね、はい、で、乗るとね、結構速い。そう、結構速い。トゥデイとかディオに比べてですね、そう、以前の50に比べれば結構早いっていうね、はい、いう感じがいたしますが、どうでしょうか。そうは言ってもね、もちろん125、110に比べればね、はい、おとなしい感じはするわけでございますが、はい、前後はドラムブレーキ、そして鉄チンホイールですね、前後ともね、はい、なるべくね、コスト削減ということだと思います。ただですね、以前のトゥデイとかディオが、中国製だったのに対して、こちらは
メイドインジャパンということになっております。はい、まあ、もちろんね、あのお分かりかと思いますが、まあ、組み立ては日本っていうね、はい、中身はもちろん、部品ですね。部品はほとんどが、まあ、海外生産だろうと、まあ、思うわけでございますが、はい、ということでですね、こちらはあの、まあ、下取りですね。下取り車で、はい、買いましたけど、まあ、ちょっとこれはあの販売するにはあれなんで、そのままちょっと、はい、オークションにね出そうかと思っておりますが、はい、うん、ヘッドレート変わってますね。でこれちょっと傷がありますけどね、はい、ね、あと右に一回倒れてるみたいですね。でレバー曲がって、あとマフラープロテクターがね傷、あとこのカゴがあんまり上につけられないのかな、これがある都合上下面についてるんですけど、フェンダーにぶつかってるんですよね。うん、今ギリギリ当たってないのかな、多分荷物積むと当たるんじゃないですか、場合によってはこう下がって、あとあサスペンションか、サスペンションがこう動くとこれが当たっちゃうみたいなんですよ。でここ傷が入ってますね。はい、まあ、そんなねことがありますけど、はい、うん、これバーエンドは多分車外ですよね。こんな金色の車バーエンドついてるとは思えないんで、はい、走行距離はねそんなには走ってないんですけど、うん、ね、であとこうね、これこっちは500ミリリットルのペットボトルが入ると言われている、ポケットですね。ポケットがここにあって、そしてこっち側、これ多分後付けじゃん、タッピングでね、後付けで付いてるポケットね、だと思うんですけど、はい、なのもね、あったりして、はい。で、まあ、この頃からシートをこうね、固定、はい、あの、ボタンが2つ横につくようになりましたね。で、これシート開けてね、はい。あとこんな感じで、はい、メットインね、はい、トランクスペースが出てくると。で、バッテリーはこちらに、ね、でヒューズボックスはここなんだけど、なかなかあの、ね、アクセスしやすいで、一応冷却水も、ね、ありますね、はい、こんな作りで、はい、なかなかよろしいんじゃないかと思います。タクトね、はい、まあ、タクトっていうとね、あの、まあ、諸先輩方だと1980年代にね、スクーターホンダがあった、ようですけども、はい、あったようですね。ね、ですけどこれ新しいね、はい、タクトということで、はい、もしね原付の歴史があるんだったら、またねトゥデイとかデュオとかが復活してもおかしくないでしょうけども、さすがにそれはもう、望めないのかなとね、思いますが、はい、ということで本当に意味で 50cc ですね。 50cc でこの大きさね、いや体が大きい人にとってはちょっと窮屈感があるんで、っていうのもあるかもしれないんですけど、うん、小柄な方だったらね、まあ、これで本当十分なんですよね。でエンジンもね、で 4.5 馬力あるみたいですね。そこそこねスピード出ますしね、うん、まあ、原付きっていうことを考えれば、まあ、法定速度30キロなので、そんなね60キロなの70キロなの出る必要はないっていうね、ことは思いますが、はい、ということで、タクト、はい、ちょっとねあの見てみました。これ初めてなんですよ私、はい、でちょっとあのナンバーねついてたんで一回りだけしましたけど、はい、そうですね、うん、まあ、十分な走りですよね、はい、そんな気がしますね、はい、で価格も当時はベーシックが110、15万円台ですかね、だったんです、発売当初はね。今はもう、いくらぐらいするんですか、結構しますよね。ただもう買える買えないとかね、そんな時期もずっとあったんで、はい、ちょっとね、うん、AF75 なんで、これ多分最初の頃のやつですね。AF75、はい、最初の頃です、はい、うん、タイヤも山あるんだよ。交換してそんなに、多分1回交換してんじゃないですかね。そんな気がしますけど、はい、うん、タクト、はい、まあ、こんなモデルがね、はい、これがもう最後ですかね。そしてこれの兄弟車に、ヤマハのジョグ、ホンダが製造してるんですよね。ホンダが製造しているヤマハのジョグというものがございます。あとですね、ジョルノがありますよね。ホンダのジョルノ、これのね、兄弟車でジョルノがあって、だからダンクも一応兄弟車になるみたいですね。雰囲気的に、まあ、形的にやっぱりダンクみたいな気もしないでもないんですけど、あとは、まあ、ジョルノの兄弟車でヤマハのビーノ、まあ、ホンダが作ってるヤマハのビーノっていうのがね、まあ、それが最後になるんでしょうかね、日本の、まあ、他にもヤマハが作ってるギアでしたっけ、なんかありますけどね、こっちもね、まあ、それもなくなる、あとジャイロもなくなるんですかね、みんななくなっちゃうみたいなん で新たなねモデル、125ベースになんですかね、原付仕様っていうのが、まあ、出ると言われてはいますが、はい、まあ、電動化はやっぱりなかなか進まないようなね感じですけどね、はい、ということで、ホンダのタクト AF75
を見てみました。